お、ミケもいる。フランシス、お前は調査兵団を選んだのか。ハンジが喜んでいるだろう。作戦は問題ない。正式に調査兵団の一員となった君たちには来るべき第57回壁外調査に参加してもらう。油断は禁物。これから厳しい訓練に入ることになるが、覚悟はできているか。はい。しばらくはこの日常には戻れなくなるが、本当にいいんだな。いいです。分かった。君たちの活躍に期待しているぞ。104期訓練兵がそれぞれの兵団に配属された後、調査兵団では第57回壁外調査に向けて新兵の訓練が行われた。彼らが叩き込まれるのは調査兵団団長エルヴィン・スミス自ら考案した長距離索敵陣形。巨大な陣形を展開しながら深淵弾で情報伝達を行い、巨人との接触を回避して目的地を目指すものである。エルヴィンはだからこの時点で、そして今後の作戦の鍵となるエレンはリヴァイ班に護衛される形で陣形に組み込まれた。エレンが狙われるっていうことを分かってたってことね。正式に調査兵団に加わった彼もまた第57回壁外調査の一員に組み込まれた。しかしこの壁外調査に隠された目的があることなど、彼をはじめとした新兵たちには知る由もなかった。エルヴィンぐらいは分かる。リヴァイもあんま分かってなかった感じがあったもんな。いよいよ始まるね。おお、ここに俺もいる。お、背中が変わった。翼になったね。うわ、調査兵団だ、かっこいい。いよいよだ。これより人類はまた一歩前進する。お前たちの訓練の成果を見せてくれ。開門。第57回壁外調査を開始する。進め。お、エンゴン、エルヴィン率いる本体の護衛を完了。我々本体は旧市街地を抜けて平原に移動し、長距離索敵陣形の展開準備に取り掛かる。俺たちはどうすればいい。後続班は平原に出てから本体と合流させる。ミケ、後続班の援護と誘導を頼む。分かった。どうやら旧市街地内巨人が集まり出したようだな。もうこの辺買ってればいいのかな。王族間の本体合流を援護するぞ。本体合流までの移動距離を短縮するため、巨人を排除しつつ進軍ルートを確保しろ。巨人を討伐し道の安全を確保すれば、より早く旧市街地を通過させられる。いや、このミケさん使おう。オッケー。救援要請か。行くぞ。スピードが大事なはず。救援要請出てるよ。あー、なんとかしねえと。この大通りが使えれば王族班の移動距離を短縮できる。道を塞ぐ巨人を片付けるぞ。迂回によって移動距離が伸びれば危険も増す。巨人の討伐を急げ。マジか。ちょっと過程気がする。後続班を巨人と交戦させるな。急いで片付けるぞ。待って待って、やるしかねえだろ。ああ、一撃で持っていけない。マジか。
一撃で持っていけなくなってるわ。ミケカ、この道の安全を確保すれば後続班の移動距離が縮まる。協力してくれ。やったな、やってやるよ。悪くないよ、その調子で頑張ってくれ。うわ、倒せねえんだ、マジで。倒せねえのきついな。よし、これなら後続班もここを迂回せずに済むだろう。やったな、やるしかねえだろ。あとは我々でここを死守するぞ。よっしゃ、巨人どもこれ。あれ、大通りは巨人の討伐失敗。くそ、大通りは諦めるしかないな。後続班には迂回ルートを進んでもらう。あー、なんかミスったぞ。後続の各班がそれぞれ移動を開始したようだな。いや、これさ、俺たちで援護するぞ。ダラバさん、任せますよ。大通りは危険だ、別の道を行け。よいしょ。道の安全は確保してある、このまま進め。助かった、ありがとうございます。どうでしょう。ミケさん、ここを確保すれば後続班の移動距離を縮められそうです。俺どこに。オッケー、なんとかしねえと。鼻の調子はどうだい。行け。まあまあ、今回も役に立ってくれればいい。苦戦してます。オッケーオッケーオッケー。大型の騎士講師がサシャに接近。この道の安全が確保できるぞ。ダラバさん、任せますよ。ありがとうな。よし、お前のおかげで無事に抜けられたよ。提言の本体と合流してるぜ。成功だね。よし、オッケー。で、助かりました。私、先に本体と合流してますね。オッケーオッケー。で、まだ安全を確保すべき道があるはずだ。ペトラさんのとこ行こう。今のうちに旧市街地内を確認しておくぞ。救援の縁談か。あの道も確保できれば移動距離を短縮できる。火星に向かうぞ。ここだ。ここを確保すれば後続班も移動しやすくなるはずなんです。 OK、 どうかしてください。よし、我々が加勢する。お願いならば無茶すんじゃねえぞ。ガスの残量は大丈夫か。大丈夫だ。ゲルガーこそ張り切りすぎて刃を使い切ったりするんじゃないよ。ほら、これで持ってけないのもな。マジか。
ッケー、なんとかしねえと。これで後続班もここを迂回しなくて済みそう。さあエレンたち出現。後続班が別々に移動を開始したようだ。かすかに巨人の匂いも増した。気をつけろ。捕らえた。成功だね。大通りは危険だ。別の道を行け。援護班のおかげで巨人との交戦を避けて市街地を抜けられそうだな。道の安全は確保してある。このまま進め。了解しました。ふう、ブレード欠損か。あ、もう次から次へと湧いてくるんだから。本当よ。だがそれでこそ俺たちの腕の見せ所だろう。道の安全は確保してある。このまま進め。わかりました。援護感謝します。俺たちでルート上の巨人を片付ける。お前は進め。はい、お願いします。オッケー。クソ、何匹いるんだ。いや、これもうミキを使おう。先に平原の本体と合流してるからな。いや、これもうアイテムがなくなっちまうわ。拠点を頼むぜ。くそ、巨人が道を塞いでやがる。大丈夫だ、俺たちに任せておけ。ありがとう。私は先に本体と合流している。すみません、助かりました。足を。エレン、巨人の相手は俺たちに任せて進め。はい、お願いします。捕獲しちゃおう。エレンも到達。お前もありがとな。俺は先に本体と合流してるよ。相手してやるか。倒れ。やるしかねえだろ。よし、前半の旧市街地通過を確認した。俺たちも平原で本体に合流するぞ。よしよしよし。この匂いはなんだ。さあ大型機構車出てきたよ。飛行士か。放置すればいずれ本体に危険が及びかねん。ここで始末しておくぞ。ここは危ね。立て直す。ここを拠点にするよ。なんとかしねえと。うわ、狙いに行く。今今。ならばもうペトラも V 破壊なんだよね。まあまあまあ、ここはやっといて。
あー俺の一発入らなかった。よしよし、俺もある程度攻撃を入れて、あ、部位が変わってる。よし、ミケさん、よいしょ。よし、俺も一撃決めている。もう一発、オッケー。よーし、これでオッケーかな。よし、よくやったな。今度こそ平原の本体と交流するぞ。よしよしよし、ただ武器の火力が足りなくなってきてんな。旧市街地を無事に抜けた後、リヴァイ班に声をかけられた。周囲の巨人は片付いたようだな。これなら問題なく進めるだろう。少し遅れはするが、ここで体制を整えてから本体に合流しよう。陣形の展開まではまだ余裕があるだろうからな。わかりました。それにしてお前、ここまでよく働いてくれたな。うん、この1ヶ月ですごく成長したみたいだね。きっと今回の壁外調査でも生き残れるよ。ありがとうございます。まあ俺たちの初陣に比べれば全然。おお、お前らの初陣のことを話してもいいんだな、オルオ。ペトラさん、どうしたんです？え、どうもしないよ。私この話には関係ないからわからないな。まあこいつらにも初々しい時期があったってことだ。それに比べるとお前は少し実戦慣れしすぎてるくらいだぞ。本当ですか？おい、何無駄口叩いてやがる。さっさと行け。兵長、すみません。お前とはここまでだ。陣形の展開までに自分の配置に戻れ。俺はリヴァイ班についていけないの？お前のクソみてえな根性だけは認めてもいいが、せいぜい死なねえようにしろ。ありがとうございます兵長。これが壁外調査。死ぬんじゃねえぞ。もちろんよ、エレンもな。さあ任務達成数、そうだね、あの中央をミスったからね。ちょっと武器の火力が足りなくなってきたんで、ちょっと武器育てたいけど、なんかこの辺比較しときました。陣形の配置につくため、皇族班の面々と合流した。さあ過去の日常を思い出すことについて、臨時キャンプでは頭上に時計アイコンの出ている人物に話しかけることで過去の日常パートを思い出すことができます。過去の日常パートでやり残したことがある場合に利用しましょう。思い出すことができるのは、近々の、まあ、近々の日常パートのみです。過去の日常パートの記憶の中でもう一度時計アイコンの人物に話しかけ、現在の戦場へと戻る。ということで、まあ今日はねこの辺にしておきましょう。ちょっとね武器がの火力が足りないのか、一発でうなじで一発で持っていけなくなっているので、ちょっと武器をね成長させてみたいなとも思っております。そして壁外調査ということはね、あの目方の巨人がおそらく出てくるでしょう。この辺もやりつつね、そこを攻略した後の続きがまだまだあると思うんでね、ぜひとも次回も見に来てください。
漫画原作ゲームだったりデッドバイデイライト関連の動画も上がっていますので、そちらの方でもダラダラしていってね。ということでありがとうございました。またお会いしましょう。バイバーイ。